13度ですね。寒かったんですよ。冷え、そう、はい、温度は知らないんだけど寒かった、ものすごい寒かったですよ昨日。で今日下手すると20度まで上がる見込みで、20度、昨日が最高気温が13度でしょ、はい、今日が20度、はい、で明日もなんか上がると思うから、明日は21度です。どうしたらいい、ないねんけど洋服が。11月ですよ。来週の水曜日はまた13度って予想なんですよね。そうなの、ってことは暑いってこと。寒いです、寒いです。まあ13度は寒いんだ、分からんな、ほんまに。もう、外ですよ。あなたはいいわね、いつも T シャツかワイシャツだもんねそうですね、ワコさんはこの間ちょっとお見受けしたらなんかジャケットをお召しになってて、あ、火曜日でワコさんがちらっと日本放送にいらっしゃった、はい、お召しになってたけど完全に前10センチ足んない、 前が止まらないというすごいジャケットでしたけどね。お前止めてみろと止められない。思いっきり息吸わなきゃダメなんですけど。いや吸ってもダメなんです、形だけという。そうです、まさに。いやこれはこの温度差すごいですよね、はい、ちょっと風邪などひかないように気をつけてください。本当にそうですね。で、はい、今週はですね、はい、まあどうしてもアッコさんに聞かなきゃいけないことがあります、はい、それは日曜日に行われた、はい、サマーズの大竹さんとフジテレビの中村ひとみアナウンサーの結婚披露宴、はい、アッコさんはスピーチをされるということで、はい、このいい加減に旋回の中でももう散々、そう、もうね、デビューした44年に入るのにリスナーの皆さんに何かないかと、はい、それも芸能界の人のスピーチを、はい、で、いろんな、まあ、差し支えその調味料の代わりにアイウェオがいいとかね、袋がどうのこうのってありましたけども、確か大関さんだったと思う。大関さんのちょっと使わせていただきました。やっぱ使ったんですね。はい、だって上っ面で時間つぶしで募集したわけじゃないんだから。皆さんも真剣にアコさんが悩んで悩み抜いて、私本当に辛かったですよ。本当に辛かった。当日、はい、アッコにお任せ終わりで会場行くじゃないですか。アッコにお任せ終わりでその後マルハン のなんていうんですか、全国チェーン店向けのコメントとかで、新しいスタイリストさんのフィッティングとかいろいろあって、一個一個よし終わった、よし終わった、よし終わったっつって、披露宴に挑んだわけです。いざ会場に着いたら、いや会場に着くとかもう前の日から、私このラジオが終わって、アタシャンだって言ったけど、アタシャン終わって、それでもどうしようどうしようどうしようっつって、でビームの今後の打ち合わせとかね、ビーム21にやらせていただいて、そういうのあったりして割と早く帰れたんですよ。で明日や、明日鶴瓶出る言うとったから、鶴瓶に電話入れたんですよ。あんまり私もうどうしていいか分かんなくて、で先週いろいろリスナーの皆さんにいただいたの、一応普通だったらそんなもの言葉悪いですけど、はっきり言って発想で終わりですよ。やっぱ芸能人はそんな普通のんじゃつまんないんだから、一応もらって帰りました。でもなんかこう来ない心にね、なんかないかなと思って、鶴瓶も挨拶、要するに最初に、新郎側の主賓、はい、で次新婦側で、乾杯の温度が、ホリプロの、うちの主賓はまずホリファウンダー、はい、ホリプロを作られた人、はい、それから乾杯はダブル乾杯っつって、うちの社長とフジテレビの、新井さんかな、なんかこう編成の偉い人がダブル乾杯したんですよ。これ面白いの、ホリプロのホリと新井と、なんか漫才みたいだった。でそれがちょこっとだけ和んだんだけど、まだなんですよね。で乾杯っつって、次にご祝辞ってなると、まあ話は全部しますけど、どうしていいかわからんから、鶴瓶に電話かけたら鶴瓶が留守電だったんですよ。でどう言おうかなと思ったんだけど、ちょっといろいろ聞きたいことがあって、挨拶もそうだし祝儀もどうしていいかわからん、また最近芸能人のあんま行ってないから、久しぶりだと。そうなんですよ。それでマネージャーもおったし、あんまり言うのも嫌らしいから車の中で
話で、もしもし鶴瓶、明日忙しいのに大竹の披露宴出席してくれるみたいな、おおきに。ついてはな、ちょっと話があんねんけど、そんな急げへんから連絡ちょうだいって言って留守電切ったんですよ。で、私は私で全然もうその留守電をチェックしてないわけです。もともと携帯あんまり見ないから。そしたら鶴瓶から5回ぐらい入ってる。どうしましたお姉さん、なんかありましたか。いや、明日行きますけど、それが入ってて、どうしましょうかね。僕これから15分ぐらいは電話取れません。あ、これ何かあったんですか。もしあれだったら内容を入れてください。いや、全然聞いてないのよ私は。それが5回ぐらい入って、ほんで家帰って携帯を充電しようと思った鶴瓶が電話あって、で、鶴瓶よかったわ、鶴瓶もう堪忍してください、意に鼻開きますと。あ、こねえから電話ってね、話がある言うてね、マネージャーになるだけ知らん人は遠ざけてくれよ、仕事場でなんかあったらあかんから、マネージャーにお前があんまり見たことない人は俺のそばに寄せんなと、あこねえがなんか怒ってやってるかわからんっていうぐらい、どうしたんですか。それ実はな、明日喋らなあかんでものすごい緊張してねんと。で、お前どんな話するんだよ。それによっては固く真面目にいくか、その鶴瓶の話を引き取るかにするから。何言ってるんですか。もうね、言ってあげてください。言ってあげることがその大竹の喜びですと、はっきり言って、もうお姉さんぐらいになったらどっか行っても、あ、バラが来たっていうその重みもあるし、存在感ですわ。俺やからもうね、これ挨拶なんかどうでもし、俺がもうこれほな盛り上がるように楽するようにしますからって、優しいのよ。素晴らしいアドバイスですね。いや、そんな言うてもなあなって言いながら、まあ挨拶はその編成局長かな、制作局長か港さんと一緒にやって、で鶴瓶がやって、私がやって、もう一人フジテレビのその偉い人がやるんだけど、鶴瓶はいやいやもうこのためにやる言うて、もう昨日はこねえから電話あって、そういうので受けてるわけ。私はその間ずっとそれがもう主賓も主賓もど主賓のど真ん中に座ってるわけ私。はいはいはい。ということで新郎新婦に背中向けたいのあれも嫌なのよね。お客様全部私を見てるわけよ。ああ、それをまたアコさんはこう分かるわけですね。座ってる位置からね。そう、どうしようね、変になんかやったばかりし、でご挨拶はこう自分の方からもちょっと椅子をずらして右を見なきゃいけない。そうです。でバナナマンとあと佐藤ね、佐々木、アナウンサー佐々木京香アナウンサー、で他の方も挨拶されてるけど、鶴瓶とかみんな挨拶してるときに私はメモを持って行ったわけ。次だから、もう自分が次だと、いやいやもういろんな忘れたあかんから、もう私今でも喋れるよ本当に。お願いしていいですか。いやいや本当にそれくらい頭に叩き込んだ、だって1週間も経ってますけども、大竹和樹君、そしてひとみさん、ご両家の皆様、本日は誠におめでとうございます。このような席で和田アキ子が祝辞をということで、皆さん何を話すのかビクビクされてると思いますが、ご安心ください。私和田アキ子、お二人のことよく存じ上げておりません。そこでもさすが、ここでちょこっと来たので、で大竹くんのこの祝辞をするにあたって大竹くんとの接点をいろいろ探してまいりました。どうやっても全く残っておりません。前に私の特番に、大竹くんが、その他大勢の芸人に混じって下半身ほとんど裸で、私にアピールしていたそうですが、全く記憶にございません。
和田アキ子殺人事件、新村君にお世話になりました。私のマネージャーをやっていただいて、新村君には講演していただいて、もう感動して、クリームの上田君と一緒にその日は食事して、うちに帰って出来上がった DVD を見て、感動して3人で泣きました。後で聞いたら大竹君もワンシーン出ていたそうです。全く記憶がありません。でもこの大竹君、唯一の取り柄、私が見てていいな、いつも頭に残ってるのはコンビとして仲がいいことです。皆さん、コンビが2人で仲良くこの芸能界で、行動するのはどれだけ珍しいことかご存知ですか。今日ご出席の方ご覧になってください。トンネルズの木梨くん、木梨一人だから、うっちゃん、なんちゃんのうっちゃん、雨上がりの宮迫くん、品川庄司の品川、もうなんかこういろんなことがあ、まあ、とにかく全部覚えてんねん。いやいや、これは受けたでしょう。さすが。その辺は受けないんですよ。でもね、そんなこと言った後、いや全部覚えてんだけどね、木梨はまたそれで家族に来てて、安田真由美さんと、あ、そうですか、お子さん3人と、すごい。だからもうほんわかしたね、優しいヒロインでもう出させていただいてよかったって感じ。そういうのがあって、もう今度はあの一つね、素敵な奥様ね、で奥様もよく知らないと思って、綺麗で、あのスタイルは良くて、頭も良くて、仕事ができそうで、あお料理もお上手そうで、他を褒めること出てこないと疲れたそんなこと間違いない。それも言うてね、でもここで大関さんも使わせていただいて、大竹君の名前には1っていう字が入ってると。で、ひとみさんもよく見ると2っていう字が入ってる。これからの人生っていう長い道をね、1212と声かけ合いながら、お互いに声かけ合いながら、苦しい時も楽しい時も、生きていっていただきたい。その時にたまには三村も呼んで、人生を一歩一歩歩んでくる。そこでうわー拍手来た。いやー、それは三村さんが入ると。そうそうそう、なるほど、なるほど。だってあーっと拍手来て、もうみんな本当にすごい拍手来た。三村なんか半分泣いちゃって、そこでもう前まで来て、でその前に太田、爆笑問題の太田が寝っ転がって写真撮ったりも余計ばっかしてんのよなんか芸人集まると嬉しいんだってはしゃいでたんです、ね、はしゃいでたのよ。それでその後4日後にね、特番がありますから、新村君とは何回も飲んだことあるけど、大竹君その後はどうなってんのかな、私は時間空けとくよっつって、このバタ受けて終わりました。その後です。その後2時間行くのかなとか、出川とか言って、で出川が、いや聞いてないんですけど、でもその時の雰囲気じゃないですかね。せやな、私はもう挨拶終わっても緊張がすごいから、もうみんなのとこ行って、そのお笑いでもその土田とか山崎とかアンタッチャブルとかね、でネプチューンとか、あとはマジアカマとか来てるから、みんなありがとうね、忙しいのにありがとう、いえとんでもないって、みんな私がそう言うから余計ビビっちゃって、でうちもフリプロも割と出れる人はみんな出て、いじるのかなとかね、つぶやき白がアホみたいな、いや感動しました、あの三村も入れて、その次にあの僕も出るかと思った、何僕の名前も出るかと思ったんですよ、お前もう一回消えお前がおることもわからんかったもう一回消えろって、お前死亡説も出た人間だって言いながら、みんなにねお礼して、そんなこともめったにないんですよ。私なんかすごく嬉しかったの、はい、なんかみんながお祝いしてくれてんだっていう、すっごくアットホームな雰囲気だったんですよ。あ、そうだったんですね。で結果二次会ってのは分かんなくて、なんかで皆さんこうなんていう の, あの新郎新婦とか、あのご家族の方がこう最後お見送りしてくれた、その時に出川呼んで、出川と宮迫呼んで、おいお前ら並ぶなと、もうってうちら並ぶと、もうその時にほら新婦が妊娠5ヶ月ってのも分かったからね。なんか馴れ初め VTR の最後に急に会場が暗くなって、スクリーンにエコー映像が流れて、うん、サプライズで妊娠5ヶ月ですよってことが発表になった。なってさ、うん、
みんな挨拶の中で早くジュニアをとかっておっしゃってるんだけど、私はなんかこうゆったりしてのドレスがね着てんなと思ってたんですけど、いやいやなんか安定期に入るまでの心配だったらしくて、それでも